どうもウエストランド井口です。河本です、おはようございます。おはようございます。初じゃない？午前中は初めてかな。まあ初ではないかもしれないですけど珍しいですよね。だいぶね、もう朝ですよ、はい、早朝ですよこんなものは。いやもうだいぶ早朝ですよ。現場行く時間じゃもん。おいそれで換算すんな。いや現場行くよりは遅いけどな。いや知らねえよ。ブレるけどちょっと。違う、どうでもいいよ。もういいよ、毎週毎週現場は8時動くからこっちの現場は基本もうちょっと遅いですからね。あ、お笑いのね、ちゃんと言ってくんないと。お笑いの現場でしょ。普通そっちなんだよ。僕が一発目突っ込まなかったらお笑いってそうなんだってなるだけだから本来。いやいや、まあこれ毎週聞いてたらもう何も思わないかもしれないけど、うん、知らないよお前の現場の。ゼネコンなんか行くと8時からどうでもいいんだよ別にそんなの。誰がオープニングからゼネコンの出社時間の話するんだよ。テンションが上がるんです。知らない、何か男の祭りだからやっぱ。いやいや、ゼネコン知らない、知らない。知りません。イオンだってなんとか分かったよ。僕なんかはもう C 工事だから。分かんない、もう何言ってるか。 A 工事 B 工事 C 工事、ね、知らないよ。 C 工事がテナントなんですけど。ああそうなんですね、うん、それもだいぶできてからですから。だからめちゃくちゃ楽しいから。どうでどこで楽しみ見出してるの。なんか芸人が お昼探検するの。いいよ、元気だらねえな。するな、いい年こいたおっさんが。芸人以上にはしゃぐな。ここからファイン入っとるから。もういいよ。うるせえな。そんなあるある知らねえんだよ。いやまあまあいろんなね都合があって今日は朝から打ち上げます、木曜日の朝撮ってますから、うん、まあこれが夜、公開されるということになるんですかね。何せその井口様がねギチギチのスケジュールでやっておりますからね。いやマジでね、ここ数日というか数週間は本当にバタバタしてまして、まあ先週はねブチラジザワオが来てくれたんで、あそうですね、あんまりそのここ数日の話とかしてなかったですけど、うん、まあロケで宮崎行って行って、うん、まあ、これ一人ですけど完全なる一人ね、うん、マネージャーとかも来ないから。あそういう意味でね、完全なる一人ですよ、うん、来ないんだよ僕の現場にはもう。その来いよな。いやいや井口こそ。いやいや僕だからもっと若手とかだと大丈夫かなとかあるけど、うん、まあ井口だったらなんとかなるだろうみたいなことなんでしょうけど、さすがにその寂しいというか、うん、一人で宮崎行って不安というか寂しい、寂しさもあるし、まあ、不安もあるし、うん、一人で宮崎行って、うん、で、まあ、ロケ終わって泊まりだったんですよその宮崎もね。うーん、でもう解散、そのスタッフさんとも解散して、うん、でまあ、せっかく宮崎来たらなんか食べたいじゃないですか。そりゃそうですよね、一人、完全なる一人、完全に一人で行って、あの、まあ、宮崎地鶏有名じゃないですか、炭火焼き、まあ、居酒屋みたいなとこ行って頼んだんですけど、とてもじゃないけど食べきれない量の大量に一人で地鶏食べなきゃいけないから。特にね美味しいけどそのね、なんていうんですか、みんなでシェアして食べるようなもんじゃないですか。ちょっとずついろんなもん食いたいけどそれができんのじゃ一人で行くとね。そうそう、で、後にスタンダップ講義の三森、うん、あいつ宮崎出身だから聞いたら、やっぱでかいんだって宮崎は、結構その一品一品の量が多いというか、うん、みたいで、だから本当に地鶏と、うん、たたきみたいな、あの炭火焼きとたたき、うん、でもとにかく腹いっぱいになるから、もうそのいろいろ食べたいじゃないですか、うん、そういうとこ行ったら、ね、本当はね、でもそれもできないしっていうことで、で帰ってきてそのままライブ出て、うん、夜はね明治座で、高田先生のイベント出させていただいたりとか ね、まあその後北海道、これはまあコンビですけど北海道行ったりとか、はい、北海道でそしばらくして名古屋にね、24時間テレビのイベントで、はい、まあこれもコンビですけどす、ね、行かせていただいて、はい、泊まりで、その後熊本に3日間行って、昨日帰ってきて、帰ってきた後も僕は仕事がありましたから、ね、それがあの飯塚さんとのね、作家の飯塚さんとのナタリーの連載なんで、あのぜひ皆さん見てください。ここでたまに話してナタリーの人が毎回ブチラジの T シャツ着てくるけど一切僕は触れないって話してるじゃないですか。入れてあげろや。とうとう着てなかったわ。あそう、いやこれを聞いたんだよ多分。いや聞いてくれてるんだとは思いますけど、とうとう、もう触れられることはないんだよ。とうとう着てなかった、ファッションを優先した、リスクじゃけんなあれ。いやあと飯塚さんに、うん、あの作家の飯塚さんに、うん、その連載毎月やってるんですけど、とにかくそれをなんか軽んじてるよね井口君はみたいになって、うん、そのなぜならブチラジですら一回も告知してないっていう、その、うん、それがバレたんで。そうか、言ってないか。ちょっとみんな本当にお願いします、見てくださいというのと、それで今日言ったんです、ね、拡散もお願いします、その、うん、結構見てくれてるらしいんですよ数値的には、うん、これこいつらだからソルジャーだから、うん、ツイートしないじゃないですか。あしないね、しろよ。いろんな人が見てくれてるみたいだから。
やってないんだよ SNS は。やれ、そのそれためだけにやってくれほんまやなまあそういうのもありつつだったんでかなりバタバタだったんですけど、はい、まあ、24時間テレビのねイベント2日間で、愛知岐阜とかで、1日3ステージずつね、みんなで、だから芸人30組ぐらいですか全部で、うん、でいろんなこう班に分かれてというかね、うん、ぐるぐる回ってっていうので楽しかったですね。楽しかったです。仲間たちもいっぱいいて、うん、僕らだから2日出させてもらって、うん、初日が、まあ、3会場回るんですけど、うん、そのメンバーが、うん、わらふじなるおとママタルトと僕ら、うん、だからもう本当に友達だから楽しく回って、うん、じゃあ2日目はメンバー変わるってなって、うん、誰なんだろうと思ったら、うん、風船太郎さんとあーしらきさんっていう急に激渋なメンバーやったまあこんな言うのもなんだけど、やれよ移動の車内とかと思って、うん、そんなんか全然ね、風船太郎さん自分でご自身の車でね移動されてましたし、そうそうそう、だからああ白木さんと僕らだけで移動する3人っていうね感じでしたけど、楽しかったまあそれはそれでいいんですけど、それはそれで楽しかった。いやいや、でもその風船太郎さんなんてちゃんとお会いしたことないからね、初めてで ね、 でね、先輩ですし、うん、そのまあ嫌だなと思ってましたけど、まあ、めちゃくちゃいい人でしたけどね、めちゃくちゃいい人ですし、当然大盛り上がりですから、風船太郎さん、風船を使って、ね、その後には我々はね、いつもやってます。なぜかそのメンバーで風船太郎さんがトップバッターでしたからもうちょっとなんかあるだろうと思いましたけど、やりにくいんそれより何より、うん、すごいのが、あーしらきさんが、まあ、いろんな人がこう、あれ誰が考えてるのか分かんないですけど、こう、うん、呼び込まれる前になんていうんですか、前工場というか、はいはいはい、紹介文みたいな、ね、僕らだったら喋り出したら止まらないウエストランドみたいな、うん、そういうのがあったんですけど、あーしらきさんが時代を先取るピン芸人あーしらきって出てきて、男かな女かなみたいな、どこが時代を先取ってんだよこれ一番前時代的なやつやってんじゃねえかよっていいのかそれみたいな、ジェンダーって、ね、全然違え、先取ってねえわっていう、センシティブな内容のね、まあ白木さんだから時代遅れいいところ時代遅れで本当にいやまあまあね、白木さんだから成立するというかね、まあね、面白いんですけど、いやそんなこともありつつ、まあ班は違うけど三四郎いたりとか、うん、モグライダーもいたりとかして、だ夜はね、夜はまあ合流してみたい、結構おのおのでご飯行ったりしてたんですけど、ホテルの近く、駅の近く、ね、名古屋駅の近くでね、はい、で僕もまあ小宮さんもいるしともしげさんもいるしっていうことで、うん、まあ飯でも行くかってなったんですけど、それはなるでしょうね。ただ三四郎三四郎って別の仕事があって結構遅くなるみたいな感じだったんで、うんうん、まあともしげさんとちょっと行くかってなって、ともしげさんが、うん、もう今その多分見てる人もね分かると思いますけど、仕事の8割ぐらいがドッキリだから大変なんだよ疑心暗鬼になってて、その全てを疑う、全てを疑うわけじゃないですか、うん、仕掛け人として別に小宮さんとか出てくることもあるだろうし、うん、だからもうどれがドッキリでどれが何のドッキリかも分かんないし、うん、ずっと続いてるから何がプライベートかももう分からない。でその小宮さんとかわざとその仕掛けはしますからね、飯食ってる時とかもなんかカメラがあるようなふりしたりとか、ともちゃんここに絶対座ってねとかいうそのなんかそういうのやって、もうともしげさんがもうねすごいんですよ、どん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 追い込まれてく様が、今日もかって思うんだろうなになるから、やっぱ撮られてるとするとやっぱね、いい人としてあの人もやっぱ可愛くぶっていきたいから、やっぱその名古屋の時も飯食う時もなんかもう疑心暗鬼にもなってるし撮られてるかもしれないということで、いい人に見せなきゃっていうのもあるから、一人前5500円ぐらいのひつまぶしおごってくれましたから、あれ写真見たけどめちゃくちゃうまそう、めちゃくちゃうまかった、最高でしたね。ええー、なひつまぶし食べて、まあちょっと小宮さんが来るまで待ってみたいな、うん、それあと飲むかとか思ってたんですけど、うん、本当にそのみんな疲れてたじゃないですか、みんな疲れてたね疲れすぎて、で小宮さんも違う仕事あるから待っててねとか言ってたんですよ、うん、あの人あの人で寂しがり屋だし、うん、みんなで飲むの好きだから、まあそんなね名古屋でこの3人揃ったらそうそう、まあ行きたいわなでしょ。で僕も当然お世話にもなってるわけですから、うん、まあまあでももう眠いなと思って、うん、でまずともしげさんと小宮さんこのまま待つかみたいな感じだったんですけど、うん、僕はもう眠い、とにかく眠い、うん、その前の日がタイタンライブとかでしたから ね、そっからもう早朝からだったんで、うん、眠いなと思ったけどまあまあしょうがないかと思いつつ、そしたらともしげさんが、うん、もうちょっと一回帰ろうみたいな、その一回寝ようとにかくみたいな、一回帰った一回寝ようみたいになって、もう寝るしかないってなって、うん、たら小宮さんが電話かかってきて、うん、まあ本来ならいやちょっと待ってふざけんなよ集まろうよみたいな感じ、うんうん、
だけど小宮さんも どうするみたいな、なんかもう疲れ果てて、あのね、やっぱみんなもういい年だから、そうなんだ、そのもう無理なんだよ、その夜通し遊ぶみたいなんて。最初はなんか遊ぶぞみたいな、あの入る前とか夜楽しみでしたよ、違う現場で直前も一緒だったんですよ、その3人がね、うんうん、だからもう名古屋も一緒じゃん、これは楽しいぞとか言ってけど、いざ夜になったらどうする、もう寝るみたいな、その炎天下の中のステージもありましたしね、そうそうそう、やっぱね炎天もうちょっと疲れてた、そうそう、疲れるよな本当に、もうで静かなもんでしたよ、日付が変わる頃には。そっちもそうでしょ、もうみんなもうくたくただって数年前なら名だたる大遊び者が集まってるけど、もうそうそうそう、もうみんな僕も連れてってもらって、はいはい、僕が一番年下ぐらいでしたからね、はいはい、それはもう2軒目みんなこうぐったりしてこうなってで、これ何がつまみも一つも差しつけずに帰ったよ、酒だけ飲んで、で何がそうなるかって言ったら次の日も全く同じスケジュールがあるんですよ、だからもうそれを思うと誰ももうそれも恐怖じゃん、そうそうそう、あれがもう一回あるのかと思うと、うん、楽しいとはやっぱ大変だから、大変だったです、ね、体力残しとかなきゃっていうことで、まあ本当に一瞬だけ小宮さんも合流して、本当に一杯だけ飲んで、そのもう帰ろうみたいな、その本当の一杯、本当真の一杯、大体一杯だけと言いつつ長くなってみたいなのありますけど、いや真の一杯、本当に一杯だけ飲んで帰った、ギリだった、疲れ、本当に疲れてるから、なんかみんなやっぱさすがに僕も疲れてたから、やっぱ言われましたもんね、その井口がこんなに疲れてることないぞっていう、そのいや僕元気いっぱいじゃないですか、僕といえばここでも何度も言ってますけど、うん、そうでしょ、本当に元気いっぱいなのに、まあまあまあ人といる時は常に元気なのに、僕の時はあれ疲れた顔するけどな、いやいいよ気持ち悪いんだよ俺お前が寝たとこ見たことない、俺にしか見せない顔みたいな気持ち悪いからやめてくれよでも僕を見てさすがに解散をみんな決意しましたから、これやっぱ本当にあの井口がもう口数ちょっと少ないぞみたいなこれはやばいバロメーター的に、そう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 、まあでもみんなでね行けたから楽しかったですね、楽しかったですね、またそういうのもあったらいいと思いますけど、またあるらしいですけどね、まあまあまたやってくれたらいいですけどね、うん、その後まあ熊本も行ったりして、まあ、これももうちょっとね説明難しいからなかなかちょっと大変なんですけど、まあ、うん、まあ一応ねあの情報解禁前というかそのいろいろあるんですけど、まあいいか、ダメですよいや別にいいよそれ、ね、キャンプのまあ番組なんすよ、うん、でそのなんかひろしさんがやってるやつですよ、もう分かるんだから、そうそうそう、なんかねうっすら僕が出ることを隠した感じでやってるんですけど、うん、僕も熊本行ってますとか言って、うん、でお前もいるしそのひろしさんと島田さんもいるから、うん、もう絶対それなんだよもうなんで僕も別仕事で3日間熊本にいなきゃいけないそんなわけないそんなわけないから別動でな、あの、ね、熊本でこれまあちょっとまあね最終的には見ていただきたいんですけど、でもすぐね放送あると思うんで、なんか聞いた話だとね、割とねすぐね、はい、もう今月中にはけどむちゃくちゃですねやっぱね、僕も初めて行かせてもらいましたけど、あれむちゃくちゃですよあの番組、もう本当に自由というか、まず台本がないですから、ない全く見たことない、台本がないっていうかそのペライチすらない、ないそのもう構成もない、ない、その場で本当どんどん決めていくというか、どうカンペもないからね、カンペもないですね、喋ってくるから喋ってもくるし、ただ仕上がりはめちゃくちゃ面白くなってるみたいな、なぜかね、感じなんで、ぜひぜひそれもね、ディレクターがカメラの前で電話しながら横切ったりちょっとっていやでも全然本当にそんなんですよね、うん、そうそう、あのカメラ撮ってる人も喋ってくるし、そうそうそう、その全員喋ってくるんですよ、誰も撮ってない時もあるから、で最初僕は映らないみたいな感じで、うん、カメラの後ろにいて映っちゃダメですよって言って、僕をこう避けて撮ってたけど、途中で撮ってる人がめんどくさくなって完全に映ってましたからね、僕もそのこう撮ってたよ、もう成立してないんだよそうなったらだから、まあ、実は井口さん来てましたとかもない、ぬるっと出てきた、急にその自己紹介もない、自己紹介もない、もっと言うと俺らもないから確かに誰も自己紹介もしないし、うん、全部テロップぜひぜひ、まあそういうのもありますしね、はい、今日もこの後、僕は打ち合わせが3つ打ち合わせが3つあった後、夜ライブもありますんで ね、頑張りましょう、そして僕は今ちょっとね、この着てるんですけど、ナナラキっていうウェブのアニメが今 YouTube で見れるんですけど、はい、言っといてよ、俺着てきたのに、俺もいやいや言っといても何も、僕も急遽というか、もっと言うとしばらく家を開けてたから洗濯してないから服がないで、たまたま引っ張り出せたんじゃ、まあたまたまっていうか、まあ、一応ね放送されたっていうのはもちろんありますけど、洗濯もしてないからいいよ、その洗ってあっただろお前なんて、その名古屋から帰って荷物置いてそれを洗ってあるわけでしょ、うん、
ざけんなよそう、ななラキぜひ見てくださいね。そうそう、 YouTube でやってますんで、多分キャラクターをね、そうそうそう、僕らにこう寄せてくれてね、寄せてくれてっていうか、うん、僕のやつに関してはセリフ全部空欄だったから、ほとんどだったね。そので、空欄なのに、あの原稿が4枚くらいあったおかしいよな、それ1枚ふざけんなよマジで。確かに空欄でそんなあるのもおかしいんだよ、ほとんど空欄で。おかしいよ。まあぜひぜひ面白い、面白いですね、なってますんで、ぜひ見てください。 T シャツもいただきました。これがね、もうめちゃくちゃいい、いいやつ T シャツです。ボディもいいやつですか、のぼせっていうね、ここに書いてますけどね、あのアパレルのブランド、腕についてますけど、おしゃれな T シャツなので、よかった、これからの時期ちょうど重宝するぐらい、ね、ちょうどいいんじゃないですか、T シャツになってますんで、ぜひぜひそれもよろしくお願いします、はい、さあそしてですね、まあまずタイトルコールいくか、はい、それではそろそろいきましょう、ウエストランドのブチラジ、今日のブチラジ、まずはこのコーナーからですの前に、はい、ブチラジの公開収録がもういよいよ近づいてきていると。あ、そうか、いうことです。9月11日ですから、これを含めてもう放送あと2回、2回やったら次公開収録ということなん で、ね、もう我々ももうね、何にも携わってはないんですが何一つ聞いてはないんですが、はい、みんながやってくれたみたいで、はい、会議を本当にどうやら、あ、そうなんですね、はい、コーナー、主なコーナーって何なんだよ。主じゃないコーナーもあんのか、じゃあ。だまあその井口の トークパートってことでしょ、多分。そういうこと？あれ、今回のブチラジイベントで行う主なコーナーが決まりました。はい、やった。まずこちらも事前に言いましたが、ソルジャー刀狩りで。刀狩りでね。ソルジャーが我々ウエストランドでできることを募集ということなんですが、これね、多分新しく聞き始めた方とか、うん、まあそもそも意味わかんないじゃないですか、このタイトルも。うん、なんだ刀狩りでって、持ってねえよ刀なんかみたいな。まあね。話なんで。ですけど、うん、何でもよくて、まあ、前言った通り、じゃあラジオ業界に仕事してるんで呼べますとか、うん、イベント会社やってるんで呼べますとか、うん、こういうちょっとイベント会社のなんかあるから呼べますとか、うん、まあ、サッカーなんかやってるからとか、キャンプやってるからなんかやりませんかとか、もちろんいいんですけど、うん、まあ、前回4年ぐらい前やった時のをビル君が見直したら、うん、僕はカルシウムいっぱいなので背骨が強い、健康ですっていうやつとか、そういうボケ方ね、そういうボケ方って言うな、そういうボケ方って言うな、だから僕には何にもないって思わずに、そういうボケをボケって言うな、皆まで言うのないんだよ、こういうの、違う違う、なじゃなくて、ダメだよ、だから僕がうまく、そのボケじゃなく、そういう、なんだこいつって言いつつ、それを導入してんだから、間口を広げてあげた、間口を広げてんだから、間口を広げるのをやってんだから、そういうね、そういうボケ方、そういうパターンもあるよね、ダメなんだよ、そういうボケ方っていうので募集したら何にも成立しないからあとなんだっけ、なんか、僕は誰よりも大きなブチラジネーム錦鯉、なんで錦鯉そのままじゃないか、僕は誰よりも大きな声でこんにちはということができます、まさのりさんじゃないけど、まあ、そういうのでもいいし、こっちに何のメリットもねえじゃねえかって言わせるような、だからいいんだよもうあるよ、そんなの言うな、そういうのもあるよって、ね、そういうのなんだよ結局9月11日もそれをやることになるんだから、ただ本当のやつもお願いします、本当のやつこそ本当のやつね、お願いします、あのボケばっかりだったら本当に切れるんで、うん、その本当のやつも中にはね言いますよ、お願いします、だから本当に、でも実際何もないと思って自分が思い込んでるだけで、うん、実は親和性あるものとかあるわけじゃないですか、意外とあるかもよ、だからお前はもっと今自分を見つめ直すチャンスなんだよ、うん、みんなその関係ないとか、うん、これは意味ないとかすぐ思い込んで、何にもそれがこう繋がらないと思い込んでるでしょ、お前みたいな人間もそうだけど、うん、なんリフォームとかやっててもそれを武器とも思わず、当たり前だと思ってたからね、うん、そういうやつばっかりなんでこれ見てるのはだからなんか送ってこい、そしたらこっちでこれだったらこういうのできるとかやるから、そっちからもアドバイスしてね、そうそうそう、それでそっち側で動いてくれればいい、でこっちが仕事をして金を得るっていう、そういうことだって、だから工場のね、例えばその技術者とか生産ラインの方とかも、はい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 、そういうこと言わずに、例えば会社のその納涼祭の実行委員に立候補してそこで僕らはブッキングすることだってできる、そういう道だってあるわけですから、まあ、そうですね、積極的に、まあ、全員が働いてる人は全員実行委員には入ってほしいからね、そっからまずね、まずやってください、うん、ということでソルジャー刀狩りで引き続きよろしくお願いします、お願いします、そして、こちらは、初めて発表しますね、はい、こういうコーナーをやるみたいです、第1回井口の弟コンテスト、弟コンテスト、こちらタイタンの後輩の中から僕の飲み友達を探すという企画ですね、弟じゃねえじゃねえか、じゃあまあ弟分みたいな、トヨタに入どれだけ入れるか、いいよその本当の弟の話はいいんだよ別に分かるだろそんなの、どれだけトヨタにの入社に近いか、だ関係ねえよ、もういいよ僕の本当の弟、正也選手権ねえよどれだけ早く瓦礫を登れるか、だからいいよそんな
もううるせえな。お城跡の瓦礫をどれだけ早く登れるかを競う。もう働いて普通に家庭ある人のこと言うなお前は。いやだから弟分。弟分ってことね。まあ分かるだろう大体その、うん、いやマサイのことだと思う。思うな、思わねえよ、知らねえよもう。なのでまあここでも何回か話しましたけど、タイタンの後輩とは僕はもう距離を置いてるというか正式に口を聞かないことを、距離どころかな、まあ口を聞かないということをもう表明してますんで、うん、まあそれでもやっぱこう弟分みたいな飲み仲間欲しいみたいなところもあるわけじゃないですか。そうね、そのだんだんやっぱみんな忙しくなってきて、うん、飲みにも行けなかった、誘っても来れない人とかも多いですから。結婚もするしね。そういう中でちょっと来てくれるような楽しく飲める飲み仲間が果たしているのかと。だからタイタンの学校卒業生とかの若手とかを多分なんか連れてきてくれるみたいなんで、うん、それで、あそうなんですね。まあ僕も全然わかんないですけど、うん、どういうなんかプレゼントというかね、うん、こういうとこがいいですみたいな、なんかあ、まあ、これがねどう本当にいるのかっていうとこですけどね。まず辞める辞めないから始まりますからね。まあだからそこなんですよ、本当に辞めないかを20分ぐらい聞かないと、うん、そのどうせ辞めるんで、どうせ辞めます。信頼度がある、はい、あるから。でもそれで言ったらこの間タイタンライブあって、あ、ジグザグジギーとストレッチーズがゲストだったから、まあその2組楽屋一緒だったんで、うん、まあ、そこに僕も行って話してたら、うん、そのカンタ僕がね昔からよく飲んでるじゃないですか、うん、で池田さんもやっぱ魔石で結構先輩になって全然後輩と交流がないってなって、うん、なんか若手誰か紹介してよみたいな感じだったんですよ、うん、で僕がカンタを紹介したら、うん、池田さんがもうとにかく激ハマりして、うん、もう最高、カンタは最高だ、こんなにいい後輩はいない、一番いいみたいになって。じゃあそんなによ。そう、もうやっぱ全ての面で全部バシッとハマって、うん、とにかく楽しいみたいになって、うん、そっからその池田さんがそのタイタンライブの時に、まあ、池田さんがっていうか僕とかと、うん、あの最高の楽屋の夫人考える遊びするみたいになって、その面白そうだな、まあ、6人ぐらいいるとしたら、うん、誰がいるのがいいかみたいなので、うん、まあ、その池田さんは、うん、まあ、ルシファーさん入れたいけど、うん、まあ、ルシファーさんやっぱ気難しいから、うん、後輩がいるとなるとやっぱそのね、ルシファーさん知らない後輩にいじられたら怒るから、うん、とかいろいろ考えたりもしてたんですよ。あ、他とのバランスが悪い。そう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 、そうそう、池田さん的にはルシファーさん入れたいけど、 だからカンタを入れたいから、じゃあルシファーさんはなしにするかみたいなのもありつつ、うん、だってやっぱそのエルシャラカーにはシローさんは入れとこうみたいな、その気軽にいじれるし、うん、なんかトピックになるし、うん、あとナルオさんがいいなとかそういうのやつ。ナルオさんもええな。ナルオさんもいいじゃないですか。ナルオさんいるとやっぱね、僕もナルオさんのこと好きだから、うん、ずっとだからこの間の24時間テレビ1日一緒でしたから、うん、ずっとナルオさんのことをいじり続けてるわけじゃないですか、みんなで。みんなでってかお前が、あれでやっぱあの疲れましたからね。やっぱ移動中、うん、ナロさんもっと疲れてる。疲れてもずっというか、もういいよ。ナロさん川柳ちょっと作ってくださいとか言って、めちゃくちゃ用途あの暇な時間というか空き時間あるから、うん、多いお茶の川柳、お弁当についてるね、そうそう、多いお茶の川柳、下の句を予想するクイズやろうとか言ってやってて、うん、もう多いお茶もなくなったから、うん、ナロさん川柳作ってそれ下の句当てるんでって言って、ね、やだよとか言うけど、感がでかすぎる全部作って、下の句は言わないでください、ね、僕らが当てるんでみたいな。そう、5、7まで言って5を当てるっていうゲームをやってたんですよ。ひわちゃんがまたいいの出すんですよ、ね、そうそうそう。で言ったらでもなるおさんがもうまあひどくて、川柳が、ね、で全然言わないから、テーマとか言って、じゃ あの名古屋とかでどうすかって、そしたら名古屋はね、名古屋と、まあなんかそんなので、名古屋といえばやっぱりこれだって、なんだろうなっていろいろ言ってたら、普通にドラゴンズっていう、全然何にも関係もないし、しょうがないだろお前、即興なんなんなんすかそれみたいになって、疲れとるしお前にいじられ倒されてから疲れ果てとんねんけ、あの人だって目黒駅降りたら事務所がで、その人があるんだようでしたからしょうがないもう。でもある回ってないんです、あるんですとか言ったら違うとか言って、その あるんだようにしたら正解って、その語尾だけを当てるゲームみたいになったからだよかですからいや、なるおさんはやっぱいいじゃないですか、そういう、いや、いるね、なるおさんクラスがこれでいったらとんでも、まあ、なるおさん先輩だけど、その本当はね、だからカンタみたいなやつがいたら、うん、まあ、正直やっぱカンタとかって人気物件なんで、そうね、やっぱ僕が誘っても他の先輩とも飲み行ったりしてるんで、うん、俺も好きじゃもんカンタだから、ちょっとタイタンにいたらいいですけどね。そうだな、いるかな、
やっぱ池田さんも言ってましたけど、ね、やっぱ後輩後輩しすぎてるのは本当池田さん嫌いなんで、それはそれでね、そうそうそう、だからちょっとこうグッと来てくれたりとか、あいいねっていうとこがポイントですかね。後輩後輩しすぎてると嫌ですけど、まあちょっとでも威張ったら本当に嫌ですからね。知らないやつに威張れるのが本当に僕は嫌いなんで怖っ僕もなんかそういないかなみたいな話したら、うん、あの人力車のジャンクっていうコンビがいて、結構若手 でなんかカンタとかと飲んでんだって、はい、そのどうなのって言ったらカンタが いやちょっとジャンクは井口さんにはまだ紹介ちょっとできませんみたいな、その問題があるみたいな、井口さんに合わせるのはちょっと怖いですみたいな、ジャンクね、最近よう一緒になりますけどね、ライブで一緒になるけど、カンタ判断ではまだ僕には合わせられないっていう、そのあちょっとやばそうまあその食い合わせの問題もあるかもしれないですからね。なんでぜひぜひちょっとこれ皆さんも注目しておいてください、はい、そしてこちらブチラジ公開収録は毎年恒例の生ののしり先生もやりますので、ね、こちらも楽しみにしておいてください。またね、ザワオがこの言葉を書いてくれるのか、うん、楽しみにしておきます。名言が残るかどうか、名言をザワオが書くかどうか、もう第4弾分もね3弾分ぐらいありますからね、3発は取れたから、ということで楽しみにしておいてください、はい、そして、今日はこちらのコーナーいきましょう。公開収録オリジナルメニュー1、はい、9月11日に開催されるブチラジ公開収録にてロフトプラスワンで食べることができるオリジナルメニューのアイデアを送ってもらってます、はい、いきましょう。ブチラジネーム花、うん、井口さん、河本さん、こんばんは、はい、私の考えた公開収録オリジナルメニュー案は森と泉カレーです、うん、こちらは盛り付けを工夫することで森と泉 T シャツのデザインを再現したカレーとなっています。おほほほ、真面目なら、うん、いいですね、お椀型に盛り付けたご飯を森に見立てその周りを囲むようにカレーを注ぎます、うん、ご飯の森とカレーの泉で簡単にヘルミッピの世界観を味わうことができます、うん、少しでもお役に立つことができたら幸いです。これはもうほぼほぼ採用じゃないですかカレーです、ね、でもカレーは売れるでしょ。ご飯を真ん中に乗せただけのカレーいやいや、ヘルミッペなめんなよいやいや、これはいいですよ。ヘルミッペカレー、ヘルミッペカレーでもいいし、いやカレーでええよいやいや、カレーはね、あのロフトプラスワンさんあるでしょうから、うん、有名ですからね。そう、有名です。種類もあってね、うん、いいんで、これは出しましょう。これは出す、結構出すに近い、極めて近いです極めて出しそう。まあまあね、でも森と泉カレーっていうね、レシートが、レシートが今あんのかな、あったらね、あったら印字されますからね。ブチラジネーム、ハシム・アルフレッド、うん、井口さん、河野さん、スタッフの皆さん、バシコバさん、こんにちは、うん、謎の屋敷は元気してますでしょうかいや、その、まあ、生き物じゃねえけど、多分まだあるよ、ぎっきりね、うん、ということで、ずっとあるなその割には、そのいつなくなるんだよ。なくならねえじゃねえか、全然屋敷。なくならなくなら、どうなってんだよ。結局、ごねとるやつがおるんだあの通りにまあそういうのもあるんでしょうね、うん、まあそれはいいですよ、区画整理があるから、ね、区画整理ピリつくからもうごねとるやつが、いやいいよそんな言い方すんな、釣り上げようとして、まあいいんだよということで、弔いの意味を込めてみんなで食べてあげるのはいかがでしょうか。屋敷をどういうことだよ。あの外壁の瓦礫をモチーフとして、題して謎の屋敷瓦礫はどうでしょう。謎の屋敷瓦礫、なんでそれ、謎の屋敷瓦礫どういうことだよ。クッキングペーパーに1枚のスライスチーズを乗せレンジで1分半ほどでカリカリのチーズが出来上がり、おつまみに持ってこいです。瓦礫どういうこと、どれをどうしてんの、瓦礫の上に置いてんの、何これ。まあそういう名前が謎の屋敷瓦礫 で、 結局でクッキングペーパーの上に1枚のチーズを乗せて1分半レンジでやるチーズじゃないか、カリカリのチーズが出来上がり、でもなんか瓦礫を使ったものはいいかもしれない。ちょっともしかしたらその変えてやるかもしれない。あの変えることもありますからね、うん、パクって。あそうね、その大企業みたいなやり方しますから、リライトして平気で大企業みたいなやり方しますから、こっちはそのあの巧妙じゃなくね、そう新規の企業が思いついたことを金を使ってやるみたいな大企業みたいな手法は取りますので、うん、これをなんかそれを堂々とやります、ね、堂々とやりますし、有無は言わせません、裁判も起こさせません、うん、これいいっすね、うん、でもこれ本当こんなんできるんじゃん、あのパリパリの剥がれた壁みたいな、やってみよう。まあいいかも、お前やってどうすんだよ別にいいけどやってもブチラジネーム河本事変、はい、井口さん、河本さん、スタッフの皆さん、こんにちは、はい、私が考えたメニューはブチラジソルジャーセットです。ソルジャーセット、ブチラジの文字から取った4種のオードブルメニューです。おー、その4種はブ・フガシ、チ・チンスコ、ラ・ラスク、ジ・ジャーキーといった感じです。あ、まあフガシとチンスコな、むずいっしょ、チンスコを用意するのあるんかな。そうです、すべて口がパッサパサに自然にもドリンクを注文してしまうメニューです。あ、なるほど。
普通のオリジナルメニューであれば注文しませんが、我々ソルジャーはこの試練をくぐり抜け完食という達成感が欲しい一心で注文するでしょう、うん、ドリンクの売り上げアップとソルジャーの達成感のこのウィンウィンメニューをぜひご検討ください。まあラスクとかジャーキーぐらいはいいですから、あとちょっと変えて使う可能性はありますね。そうですね、ブ、ブとチヨ、まあブがいきなりフガシまあな、ブを使う、まあでもブじゃむずいか。でもなんかおつまみセットみたいなのあって、ザ、まあでもザ毒がどうせあるからな。毒があるからね。毒があるからね、じゃねえよ。それ知らない人聞いたら何やってんだろうなるから。毒。まあこんな感じですかね、はい。ちょっとまあ、 ギリギリまで皆さん送ってくださいね。そうですね、なんか採用するとおそらくカレーはできると思います。カレーはやるよ。やらんでもやるよ。やりますからね、やってるから。以上、公開収録オリジナルメニューアンのコーナーでした、はい。さあエンディングです。ブチラジは YouTube と Podcast と audiobook.jp の兄弟プランで配信しています。今回のオーディオブック特別編は河本太志の保護観察のコーナーを行いたいと思います、はい。久しぶりですね、久しぶりですね、やりたいと思いますのでよろしくお願いします。お願いします。改めて言っておきますけど、9月11日にブチラジ公開収録がありまして、完売、チケットは完売してますが配信で見られますんで、はい、ぜひぜひ見てください、よろしくお願いします。そして、ナナラキも見てください、よろしくお願いします。お笑いナタリーね、お笑いナタリー、これを絶対にね、絶対に絶対に水川さんとやってるやつね、お笑いナタリーを見てください。結構本当に見てくれてはいるんです、発信もしてください。今月のお笑いはみたいなやつ、ね、そうそう、今月のお笑いみたいなやつでやってますんでね、知らんのかお前タイトル。今月のお笑いみたいなやつですね、今月のお笑いみたいなやつです、確か今月のお笑いです。まあお笑いナタリーのやつです、お笑いナタリーの飯塚さんとのやつです。まあ、よろしくお願いします。そこまで検索したら出てくる。そうですね、はい、よろしくお願いします、はい。ウエストランドのブチラジ、あ、そうだ、おい6000回線お前、あ、そうだ、忘れてた、6000回線お前、熊本で貸した6000回線。ウエストランド久しぶりに借りたの金。いい加減しろよ、なんでお前に金あげてお前に貸さなきゃいけないのさ。ウエストランドのブチラジ、今週はここまで、また来週、さよなら。ありがとうございました。人の幸せって憎いじゃないですか、人の幸せって憎いじゃないですか、ベタベタね、ひがみ、人の幸せって憎いじゃないですか、ベタベタね、ひがみ。